パート4ですロシアとウクライナ。パート3では、コサックという騎馬部隊が、実はロシアが大帝国化することに大きな影響力を持っていた、こんなお話いただきました。いよいよパート4では、ロマノフ朝の成立、そしてその後の展開、ここに来ると思います。ロマノフ朝 これがあの20世紀のニコライ2世まで続く、あの長い王朝の始まりなんですよね、はい、一体、このロマノフ朝というのは、どういう成立だったんでしょうか、はいあえー、とまず、ロマノフ朝の前が、あのさっきのモスクワ大公ってやつで,で、モスクワ大公のファミリーっていうのは、流陸王朝なんですね。うん もともとはあのスウェーデンからやってきた。うんうん、で、その、まあ、彼らは、えーと、自分たちはモンゴルから独立をして、で、えー、東ローマ、ビザンツ帝国、ビザンツ皇帝の、えー、称号を、えー、継承したんだということを言っていて、それは間違っちゃいないんですけども、一方で、実は彼らはモンゴル帝国の後継者でもあるんです。 モンゴル帝国の継承者でもあるはい第一に、えー、と前回、第3回で申し上げた通り、あり、モスクワ大公とモンゴルの,そのキプチャクハーンの一族っていうのは、婚姻、うん、関係があります。だから、血統的につながってます。それから、ですねあの実は、うんあの、タタルノクビキの時代に、もうツァーリっていう言い方があって、 その頃はですね、あのキプチャク・ハーン、つまりバトゥーの一族のことを、実はモンゴルあの、ロシアではツァーリって言ってるんですよ。もうタタール人をツァーリーと呼んでいた。そう。はい、だから、これ、ハーンって意味なんですよ、実は。ツァ、うん、ーリとハーンがイコールだった。<laughs> イコールだったんですよ、はい、ね、うんえー。第3に、あのー、そのモスクワ大公のイワン・四世という、あの有名なイワン・雷帝という人がいますね。 あの人がですね、まあ、公式にその、えー、とツアーリという肩書きで即位した人なんですけれども、この人がですね、あのー、不思議なことをやってるんですよ。途中で、うんうん、一旦そのツアーリをです、ね、退位するんですよ。あ、来廷が。はいうん、来廷が。うん、それで、えー、サイン・プラトという人物を。 サーリーに刈てまつって、はい、自分はその進化になってですね。で、2年間、そのサイン・プラトにやらせて、うん、その後サイン・プラトから正式に抗議者に指名されて、もう一回サーリーになるっていう、なんかわけ、わけのわからないことやってるんですけども、このサイン・プラトっていうのは。プーチンさんがメドベージェフにちょっとやらせてみるみたいなの。<laughs> いや、ちょっと違いますね。<laughs> あ違いますか。サイン・プラトって何者かっていうと、はい、実は、うん、キプチャグハーンの男系の子孫なんですよ。 サインプラットはモンゴル人でしょうかモンゴル人ですあ、はいあま。混ざってますけども。だからあの自分はバトゥーに始まるケ、ね、プチャクハン国の後継者であるっていうことを意味するんです、これは。うん、そうするとシベリアに割拠しているなんとかハーンたちが、うん、あモスクワ大公ってハーンなんだって言って。 従うんですよね、うん、だからこれが後にねロシア帝国になったときにあの、中央アジアの例えば、えー、カザフスタンとかウズベキスタンとかいうあのイスラム教徒の少数民族が割と簡単にモスクワの支配を受け入れたのは、実はそこに鍵があるんですね。あってことは今、イワ4世は結構上手にやったってことなんでしょうかいや上手 ですサインプラトをこう一旦持ち上げて、うん、あとは中央アジア各虚のモンゴル人たちが、実は、<う>あ分かってるじゃないか、この人、みたいな感じで。でこれ、実は今のプーチンもちゃんとこの考えを受け継いでいて、彼が盛んに言うのはユーラシア主義って言ってますね。はい、つまり、ロシアってのは西洋だけに属するんじゃないと。うんうん、西洋の顔とアジアの顔と両方持ってるんだと。 だからユーラシア抵抗なんだって言ってますね。その走りがここにあると、私は見てますプーチンさん、ちゃんとこの辺りの歴史もしっかり踏まえてものを言ってるわけですね。じゃあ、そうね、なんか、記者相手に放題やってるような感じが、ふっとするんですが、ちゃんと、うん、あ歴史踏まえてお話しされてるんですね。ところが、この理屈は、遊牧民に対しては有効なんですけども、はい 逆に、その遊牧民を嫌うあの、コサック、つまりウクライナから見ると、なんじゃそりゃと。モスクワって結局、モンゴルがよってなるじゃないですか。コサックもモンゴル系ではあるけれど、モンゴル、あのモンゴル系じゃないです。コサックはロシア人です。ロシア人ってスラブ人です。スラブ、ああの、顔は完全に白人の顔してます。あだけど、原発もやってるっていう。そうです。 あ、ファッションですかあ、それはファッションで、あ、はい。なんか、で、で、格好も全然ロシ,アロシア風っていうかあの西洋風じゃないわけですよね。あの、でも、民族で,でも、うん、あの、例えば宗教は正教会ですし、ええー。から、キル文字使ってるし、ええー。うん。あコサックはモンゴル人ではない。ない。 けれど、えっと、一定の武力を持った集団で、うん、で戦法は遊牧民そっくり。遊牧民そっくり、はい。はい。で、なんとなく、弁発までやってるけれどあの、色は白くて目は青くてみたいな、こんなお方が立ったことですね。じゃあ。だから、アイデンティティはモンゴルじゃないです。うんうん、ってことは、さっきの,あのモンゴルと引き、えー、つこうとするモスクワ大っていうかあのイ、イワン4世の動きは、 な,なんだなんだそれっていうふうにちょっと反感を持っちゃうわけですねそうですね、はいうん、それで、えー、この後この流理工場がたい途絶えます、はい、でこれはあの岩4世って人にあの息子さんがいたんですがその自分の後継者を殴り殺すっていう事件を起こしました、えー、その息子さんがですかはいはい もともと DV だったんですよ、このイワン4世って人は。イワ <laughs> <laughs> ン4世が息子さんをですかあまり良い噂も聞かないのはそういうことなんでしょうか、この来帝に関しては。いや、すさまじい殺戮やってますね。 いやなんかさっきの,あのサインプラト任命してこう賢いえっとあの戦略を打ったっていうのでなんか聞いてる話とちょっとイメージ違うなと思ってたんですがいやイワンヨセイはね,ねあの一言じゃ言えない人ですこの人はあ一言、ね、いろんな面があって、うん、あの例えばその貴族と揉めた時にあのじゃあもう私はもう 皇帝やめるとか、また言い,言い出してですね。それであの、地方にこもっちゃってですね。それから、モスクワ市民に手紙を書いてですね。ねあの君たちがその貴族の圧政のことに苦しんでることに、私は心痛めてると。<laughs> ね、で私がもしモスクワに戻ったら、あの貴族たちをぶちのめして、君たちを解放するんだなんてことをい宣伝してで、モスクワ市民たちがあの大勢その、どうかモスクワにもお,どお,お戻りくださいって言わせて、それで、満を持して戻ってきて、貴族を見殺しにりするとかですね。うまあ、いんですよ。 その皆殺しにするとか、あるいはさっきの後継者をなんかこう、はい、亡き者にするみたいなところだけ見たら、すなんか何やってんだろうだけど、なんか、うん、すあす要するにすごい人なんですね、たぶんね、はいあの、それはあのモンゴル人がずっとやってきたことを見てきたので、うん、ねその <laughs> 皆殺しとかね、うん、だからそこが割とモンゴルの影響だと思うんですよ、僕は。あ<ー>うん でこのイワン4世も流立校長であるとてことは、モンゴルとの根血っぽくなってるんでしょうかえっと、そうです。だから、遡かのぼると、全てがいつ美し、モンゴルの嫁さんももらってるから、まざってるんですね。はいうん、で、で世がその校長が途絶えちゃった結果、えっと、今度はそのツァーリーの位をぐって、はいえと、貴族同士が争うという動乱時代がありまして。はい で、そこにまたポーランドが攻めてきて大騒ぎになっちゃって。うん、それで、あのー、ロマノフ家、<ん>ロマノフ家っていう、あのー、貴族がいたんですが、全く力がなくて。<ん>うん、で、他のユル貴族からは、ま,まさかロマノフが、ね、あのロシアに君臨するなんて思ってなかったんで、逆にこれは使いやすいと。 だから、ロマノフを、まあ、ロボットのツアーにして、で、俺たちが実験に握ろうということで、で、貴族どもがこのロマノフ、ミハイル・ロマノフっていう男をですね、担いだのが、ロマノフの始まりです。ただ、このミハイルさんが素晴らしいからとか、ミハイルさんの統治能力があって、みんなに押されたとか、うん、そんなのじゃなかったわけですね。ないですね。はい。えーはい、これ、ちょうどあのドイツ・シンセロンマ帝国でハプスブルク系がなんで皇帝になったかと、力がなかったからだと言ってですね、そうい言ってるんです。 もともとスイスのなんか小さいところでこの辺、うん、こいつだったら害がないだろうって押されたというふうなううですあ、あれと似てるわけですね。ところがこれが、要するにロマノフ家って猫かぶってたわけで。それであの、巧みにコザクを使って、それからですね、あの有名なピョートル一世の時に、はい 近代化化ヨーロッパ化をやりました、はい、でピョートル自身があのヨーロッパを旅して、えー、で当時はあのイギリスやオランダの黄金時代になっていて東インド会社、うん、これからは海だ海軍だっていうことで,で、えー、とピョートル大帝自らがオランダの造船所に行ってあの船大工に弟子入りしてですね造船技術を学んでくるというですねちょっと変わった人で。 それで、内陸のモスクワに行てもしょうがないということで、海の近くのペテルブルクに戦闘すると。で、その出口を塞いでいたスウェーデンを無事のめすと。これが北方戦争。で、ロシアがですね、バルト海にこう出てくるのがこのピョートル一世の時ですね。いやもうなんか、獅子奮塵の働きですね。いやなんか超人です、あの人は。 うん、もうなんか一回のなんか弟子にもちゃんとなれちゃうっていうんだから非常に解明的ですよね。うん、うんうんうん。なんか我こそは皇帝なりとかって偉そうにしなかったという点にって。うん。うん。で、もう一人あの有名な人が、はい、あのエカ・チェリーナ2世っていう人で。はい、でこの人はあのドイツからおき先として嫁に来たんですけれども、はい、クーテターを起こして、で、旦那を亡き者にして。 えー、旦那っていうのはピョートルの息子、えー、孫ですけれども。はい、はい。で、えー、女帝になると。で、この、ううんん、このエカテリーナ2世が、なんか、なんかえっ、ー、と、その、夫のピョートル三世を、なんか、えっ、ー、とん、なんか、亡き者にしちゃったわけですね。どうですうん。 ちこれなんかは、ね、兵隊ごっこが好きだったみたいな話を聞いたんですが、うん、これはね、もう面白すぎてね、はい、もうこんだけで一歩終わっちゃうんで、もうやめときますね、ウクライナとの関係なんで、はいはい、ウクライナとの関係でいうと、実はこのエケチェリーナがすごい大事な役割していて、黒海、はい、の,の北側にですね、クリムハン国ク,クってありました、はい、クリミアの語源ですね。 クリミア半国っていうのも、そのキュプチャクハーンの分家なんですよ。だから祖先はモンゴル人で、でイスラム教徒で。で、このクリミア半国をたたきのめしてですね、えーと、クリミア半島をロシアに併合したのがエカジェリーナ2世です。で、結果、国会に出口を得て、うんえー、ロシア国会艦隊を作りました。で、このクリミア半島にその軍港を作って、 これがセバストーポリ軍港っていうところで、うん、今あの、ウクライナとロシアが揉めてるところですね。はいエカティーラ2世の時にこの軍港が作られたんですね。そうです。そで、その前のえピョート1ンの時にあにバルト海にもあの出,出てるわけですね。はいじゃあ、この時にロシアの,あの海への進出っていうのが本格的に17世紀に始まったっていうふうに言っていいでしょうか。うん、そういうことですね。はい、はいうん 17、18世紀ですね。うん、そしてこのバルトガイと国家の間になるのがポーランドですから、はい、でポーランドは逆にこの頃ヤゲヨウチョウが途絶えちゃって、で、貴族が力を持っちゃって、で、内紛が繰り返されて、そこにそのエカチェリーナが手を突っ込んでいって、で、このポーランド西,西部の貴族を手なずけて、で、自分に忠誠誓わせて、えー、戦わずに領土を奪うということをやりました。 これがポーランド分割と言います。ああ。なんか18世紀の終わりにそれがあったって習いました。フランス革命をちょっと前ぐらいからやってますね。うんうん、で、これに便長したのがプロイセンとオーストリアですね。で、結局、あの、あれだけ巨大,巨大国家だったポーランドがなくなってしまうというですね。これがポーランド分割。 当然、そのウクライナは完全にロシアに併合されましたと。うん、エカティリアの2世の時にもウクライナがロシアにもう併合された。はい。はいうん、あと、この時にあに大量のロシア人が移民しまして、やっぱりほら、暖かいところいいじゃないですか。うん、うん。それから、ウクライナはなんと言っても、穀物が取れますので。うん。で、その、特にウクライナの東側と、あとクリミア半島に、 どどっとロシア人が入っていってで、それは今でも変わってないと。なんか、そのウクライナのその東側にロシア人が入ったのはちょうどあの20世紀のそのスターリンの頃にひどいなんていうかあの政策をして、うん、ウクライナの民を植えるようにさせて、でそ,の、うん、それはあるけども、<あ>その始まりはここからです。のこ,この頃からやり始めたんですね。1> 1すう 先生では、ここでパート4を一旦切りまして、その次のパート5でもって、いよいよ現代,あの現代の方に入っていきましょう。はい